ジェンキンスはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はソーントニエージェンキンス海軍少将にちなむ。ジェンキンスは1911年3月24日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1912年4月29日にアリス・ジェンキンスによって命名、浸水し、1912年6月15日に艦長、 E.H. デラニー少佐の指揮下収益した。第一次世界大戦に先立って、ジェンキンスは、ロードアイランド州、ニューポートを拠点として、大西洋艦隊と共に、カリブ海で冬季艦隊演習を行い、夏は、東海岸沿いに、作戦活動を行った。加えて1914年4月半ばには、メキシコのタンピコへ航海し、アメリカ軍のベラクルス占領を支援した。 ヨーロッパで戦火が拡大し、ジェンキンスは北米沿岸の偵察巡航を継続、ドイツの有ボートに備えた。偵察及び艦隊演習で戦闘に備えた、ジェンキンスは1917年5月26日にヨーロッパに向けて出航した。アイルランドのクイーンズタウンを拠点としてジェンキンスと姉妹艦は大西洋東部を偵察し、 戦断護衛及び沈没した民間船の生存者救助任務に従事した。その後も偵察及び護衛任務を継続し、ジェンキンスは潜水艦と幾度か接触したものの、戦果を上げることはなかった。1918年11月11日の停戦後、ジェンキンスは帰国の都につき、1919年1月3日、マサチューセッツ州ボストンに到着した。 その後大西洋騎士沿いに活動し、7月20日にペンシルベニア州フィラデルフィアに到着した。ジェンキンスは同地に泊まり1919 19年10月31日に退役する。その後ロンドン海軍軍縮条約に従って1935年に廃棄された。ありがとうございます。